い、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあ開けていきましょう。フェーズ32ボックス。今回の大きな狙いはエクストラのカード2枚、4種類あるうちのテンライナーとクロスホッパー以外、この2つを僕は狙っています。ちなみに前回はテンライナーが出ました。開封に関しては今回もスピードタイプです。見るのはレアが確定してる4枚目からです。クロスホッパー4枚目に関しては割となんか出てくるもの固定かなっていう感じもするんだけど、たまにちょっと固定外のものも来るっぽい傾向があるんで、4枚目からのスタートになります。そんなわけで1パック目の4枚目がクロスホッパーで、5枚目がホイットを持ってるやつ、レアのマーキュリン、5枚目がレア以上確定。レアのカードに関しても前回揃えられてないからね。こんな感じでいきますよ。2、4枚目がホイット、あーと土星さん、グランドサターン、土星さんで5枚目と、わーうわーうーわーくあー、マジか、やだねー。2パック目で来ちゃいました。EX のクロスホッパー。うわー、きちえ。パック以外で確実にゲットする方法があるから、あんまりここで出ても嬉しくないんだよな。でもこんだけ序盤に出たってことは、なんか2枚出てくるっていう可能性ないかな、EX。3、よっと4枚目がレアの大鬼。レア鬼で5枚目がホイット。うわー、マジか。ちょっとやばいな。ライナーフォームが出たんだけど、これ前回も出たんだよな。うわー、ダブった。てかこれまたなんかグループが決まっていたらちょっとやばいかも。レジェンドライダー出てくる組み合わせがあるような気がするんだよな。3パック目にして先行きが不安すぎるぞ。この箱やばいかもな、4パック目。レア枠がホイット。と思ってますね。ザッサン、散々出てきたザッサンで5枚目がホイット、ご機嫌メテオンのスーパーレア。54枚目がホイット、あーナインテイル、ギーツナインを思い出すキュービで5枚目がホイット、あーマッハウィールのウルトラレア。ウルトラレアに関しては前回1枚しか入っていなかったから、まあ、その流れで言ったらまあこれだけかな。こういうの箱によって違ったりするからまだわからないと思いたい。ロック、レアがホイット、大王に。お客さんよく来ますね。で、5枚目がホイット、これだ、ダークカブト、ダークカブトのパラレルレアが来ました。デザインすごいデフォルメされてるというか、ゼクターっぽい形のロボットなんだけど、ポーズめっちゃかっこいいな。金の箱押しでダークカブト、四角っぽいエフェクトが散りばめられてる。で、角のところには同じポーズをしているダークカブト、ダークカブト特有の細かい模様なんかもしっかり箱押しで再現されてるね。とりあえず持ってないレジェンドで嬉しいわ。前回の流れだとパラレルはもう一枚あったりするかな。前半でいろんなもん出てきすぎじゃない。ラッキーセブン、4枚目がホイット、おー持ってない、うわー嬉しい、よかった、持ってないやつ来ました。ファンタスティック属性のレベル1、ギガバハム。初めて見た時から思ってるけど、こいつレベル1の見た目してないぞ。だって他の属性のレベル1これだったりこれだよ。レベル1界隈で一番強いだろうね。バハムートってやつだよね。まあ、結構ドラゴン。左右で青だったり紫だったり、カラーが違うってのもまたかっこいいわ。ちなみに相性ガッチャンカはこれですね。黒穴。バハムートとブラックホールしっかりエフェクトが繋がってる。で、5枚目がホイッ。うわ、あ、びっくりした。ちょっと待ってよ。焦らすんなよ。スーパーレアじゃん。出てくるタイミング的にエクストラかと思ったよ。もうこの列ではそんな出ない気がするけど、8パック目。いや、でもレジェンドがあと1枚ぐらい来てもおかしくない。4枚目と、もう、よく来るね、テンライナー。テンライナー見ただけでビクってなる体になってきた。で、5枚目がホイッと、ベロガサ、ベロガサじゃない。ベロソルね。9。なんかまた新しいの来ないかな。と、マッハウィールのレア。ときて5枚目がホイット、ネミネムーンのスーパーレア。キラキラネムネム。さあ、こっちの島では最後ですよ。なんでこんなくっちゃくちゃになってんの ?10 パック目。4枚目がホイット、また来た。マッハウィール。ちょっと絞ってみるか。なんか飛び出てはいって、あ、なんかあれだな。白押しが入ってるってことは、パラレルか EX かな?ウルトラレアではないだろうけど、5枚目がホイット、うわーうわー2枚目のエクストラ来てくれましたね。うわー嬉しい。ファンタスティック属性のレベル10。ドラゴナロス。どういう読み方だろう?もう続けてドラゴナロスって言っていいのか。ダイアナロスみたいな感じでドラゴナロス。ドラゴナジョースター。すんごいトゲトゲしているドラゴン。ファンタスティックのグラデーションカラーすごい美しいね。胸の真ん中がバッテになっていて、ここで点。末端部分に矢印もついている。白押しの方もすんごいキラキラしている。で、このキラキラのエフェクトの逆の方にちょっと毛色が違うものがあるんだよね。これもまた逆の方にコズミック属性で繋がるのかな。とりあえず来てくれてよかったね。てか、この
列出すぎじゃない？最初の10枚だけでエクストラが2枚と、レジェンドライダーのパラレルが1枚来たよ。後半がちょっと心配になってくるな。取れ高心配しながらこっちの島も上げていこう。11。テンライナーのレア。新しい EX が1枚出てきたらすごい気が楽になったわ。で、5枚目がホイット、バンフェンリル。12パック目。マッハウィールよく来るね。よく来るウィールで5枚目がホイット、おー、レジェンド、ジーニアス。よかった。レジェンド決まったグループじゃなかったんだ。仮面ライダービルド、ジーニアスフォーム。構図とか色の塗りが違うから別の人が描いてんのかな。ホワイトカラーでもボトルが大量に入ってるような手法。弾丸の方もボトルになってるし、ヘルメットにもボトルがついてる。さすがはジーニアスも至るところにボトル。エフェクトもこの虹色がすごい似合うね。13。レプリライナーからのホイットユニコーン。レアユニコーンと来て、ホイット。トライケラ。一本図の三本図の。ジューシー。四枚目がクロスホッパー。5枚目、ホイット。ギガロドンのスーパーレア。ギガバハムだったり、ギガがまあまあ疲れてるな。15パック目。レア枠がホイット。アノマロカリス、悪魔のカリス。ウェハースの方ではゲットしていたんだけど、そうだ、パックでは出てなかったわ、そういや。で、5枚目がホイット。マッハウィールのスーパーレア。16。4枚目と、ユニコーン。レアユニコーンからの5枚目。これ、バイスね。一瞬どっちだってなったけど、アルティメットバイス。パッと見の見た目がアルティメットリヴァイに似てるんだけど、ケミー見れば一発だね。新しいレジェンド、かっこいいね、これ。バイスの悪魔ケミー、だいたいポーズは同じだね。ほぼ真っ黒な状態からアルティメットカラー。エフェクトの方もなんかちょっと電撃っぽかったり、炎っぽかったり、いろんな要素が入っている。正当進化感がすごいね。この目の光がまたかっこいいんだよな。17パック目。4枚目が、よく来るね。クロスホッパー。5枚目がホイット。とズキュンパイアのスーパーレア。これ前回も出たかな。スーパーズキュン。18。まだ来てないレアとかあるのかな。と大王に久々に見たな。レア大王にで5枚目がホイット。とパクラプターのレア。ラスト一歩手前。19。あと1枚くらいレジェンド来てもおかしくないと思うんだけど。5枚目がホイット。おー、言ってた。でも、まあ付録ですでに持ってるけど、仮面ライダーガイム極みアームズ。まあもう持ってはいるけど、光り方が違うからね。フルーツバスケットを持ってる極みアームズケミー。で、今度は前回みたいに数え間違いなしで20パック目。もうレジェンドは来ないと思うけど、4枚目とユニコーン。パラレル、まあでもエクストラが2枚入ってきたから、それもないかな。5枚目と王者。連続レジェンド嬉しいね。紫枠と本人のカラーがとてもよく合ってる仮面ライダー王者。王者とベノスネーカーが合わさったようなケミー。顔に関してはもう限りなく王者。体の周りには毒々しいエフェクト。そんなわけで封入率の内訳。基本はそんな前回と変わらず、コモン60、レア25、スーパーレア6枚、ウルトラレア1枚。で、レジェンドが5枚と、まあ、ここら辺は基本的に変わっていない。ただ前回の違いで言ったら、レジェンドライダーのパラレルが1枚。で、通常のパラレルが入っていなくて、エクストラが2枚。パラレル枠がない代わりにエクストラが2枚入ってるんだろうね。とりあえず何よりドラゴナロスがゲットできてよかったわ。よし、それじゃあ3ボックス目開けていきましょう。これでコズミック属性のレベル10が来れば万々歳です。笑顔で動画を締めくくることができる。よっしゃ、頼むぞ。1パック目。まずレア枠、レアって全部出たっけな。そこは最終的に確認してみようってことで、大王に。レア鬼で5枚目がホイッと、ベロソル、レアベロソル。2位。めっちゃカラフルからの4枚目がザッサン。5枚目ホイッと、ちょっと、このダブリね。ご機嫌メテオンのスーパーレア。3位。またご機嫌だ。この先もご機嫌にしてくれ。4枚目が悪魔のカリス。悪魔と来て3枚目がホイット、大王にのスーパーレア。スーパー大王に。4パック目。テンライナーのレア。レア10で5枚目がホイット。そこダブったか。一瞬またどっちだってなったけど。さっきも出ましたね。アルティメットバイス。大丈夫だよな。レジェンド被りないよな。ちょっと一応そこは警戒してるからね。フェーズ1でどんだけがっかりしたか。5。マッハウィールレア。レアウィールからのホイット、マーキュリンのレア。6パック目。焼けたカニとユニコーン。焼けガニユニコーンからの5枚目がホイット。
おお、かっこよかった、また。ねえ、安心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 。一安心っていうのとかっこいいね。仮面ライダーアギとシャイニングフォーム。シャイニング、なんとなく隆起カラーなんだよな。色合いに若干のドラグレッダーを感じるけど、色替えだったり角部分が鋭くなってる。あとは、そんな変化ないな。ここの胸のところがちょっとなんかね、この胸部っぽくなってる。とりあえず全く新しいの来てくれてありがとう。セブン、クロスホッパー。レアクロスからの5枚目がホイッと、スーパーレアギガロドン。はぁ、ち。ノーマルギガロドンで4枚目が、ナインテイル。QB で5枚目がホイッと、さっきみたいに2枚ボックスってのもあるから、まだ希望は捨てらんない。こっちの島ラスト一歩手前9枚目。焼き鳥でレア枠がホイッと大王に。で、5枚目がホイッと、バンフェンリルの、レアか。こっち側ではラストですよ、10パック目。とりあえずもうあとはもうエクストラ願うばかりだからね。と、ザッサンからで5枚目がホイッと、そっちかー。エクストラ2枚だったけども、同じのだ。パラレル何にもない代わりにエクストラ3枚とかない。EX 的には終わってるけど、まあレジェンドがまだ入ってるからね。まだ見ぬレジェンドを楽しみましょうってことで11パック目。4枚目が、土星さんで。5枚目、ほいっと、ウルトラレア被った。さっきも出てきましたよ、マッハウィールのウルトラレア。12パック目。ザッサンで、5枚目と、よかった、揃った。揃ったというか、もう片方来てくれましたね。アルティメットリヴァイ。このボックスでバイスに続いてリヴァイも入ってる。まあ、これはなんかいい流れだね。レックスがだいぶアルティメットの装備をまとっている。ポーズに関しても大体同じで、アーマーを着込んでるね。クリアのバイザーみたいなものを着ている。リヴァイとバイスが揃ったのは嬉しい。13。あとはレジェンド2枚ぐらいとパラレルが1枚っていう感じかな。レアテンライナーで5枚目がホイッと、トライケラのレア。14パック。マッハウィールのレア。ここで新しいの出てこないだろうな。で、5枚目がホイッと、これは、スーパーレアか。いいね、この電撃っぽいエフェクトのところがもうキラ加工。15。逆の島から開けるってのもありだったな。4枚目とユニコーン。で、なんかもうすでにちょっとキラッとしたものが見えてるんだよね。次はなんかの箱押しだけど、まあ、パラレルかな。何が来るかな、ほいっと、かっこいいんだけども、アギトのシャイニングフォームのパラレル。そっか、まあ、パラレル嬉しいんだけど、まあ、なんかどうせだったら、持ってないやつが来てほしいかなっていう気持ちもある。だいぶ特徴的なフォントで、マスクドライダー、アギト、シャイニングフォームって書いてある。まあ、上のところにはアギトのクレストが入っていて、シャイニングフォームケミーがこの金縁で囲われてる。で、その真下のところに箱押しアギト。イコン画的な感じでかっこいいね。やっぱりレジェンドライダーのパラレル1枚は確定っぽいな。16。4枚目がホイッと、レアテンライナー。レアテンからのホイッと、レジェンド来たけど、さっきも出てきたジーニアス。3ボックス開けたら、まあこんだけ、まあダブることもあるか。17パック目。あと、これ含めて残り、4パックだけど、なんかあるか。もう大体出ちゃった気がするけどな。4枚目がマッハウィール。レアウィールからのホイッと、スーパーネムネム。18。もう一丁なんかないですか。まあ、とりあえず、ここでも来てくれた。ギガバハムが来てくれて5枚目がホイッと、スーパーレアね、びっくりした。テンライナー、ところ構わず金縁だからちょっとビビるんだよ。薄々感じてるんだけど、これほぼ実質終わってねえか。ラスト一歩手前19。天使ちゃんからの4枚目がユニコーン。5枚目がホイッと、パクラプターのレア。さあ、ラスト20パック目だけど、もう大体出るもん出ちゃっていませんかねってことで4枚目が、クロスホッパー。一応最後だから絞るだけ絞ってみるか。あ、でも光り方はなんか強い感じはするけど、正真正銘最後がこちら、ホイッと、まあ、持ってるんですよね。持っていなかったらもう飛び上がらずするほど喜んでるんだけど、持っています。仮面ライダー、ブレード、キングホーム。レジェンドもなかなかダブったわ。そんなわけで2ボックス開けてきたけど、残念ながらエクストラのカードは揃わず。いやー悔しいなーってことでもう1ボックス買ってきました。さすがにここでやめらんない。タイトルとかサムネからしても大体分かってたと思うけど、4箱目です。4箱も開けるのは多分フェーズ1以来だね。ただお金に関してはご安心ください。ポイント使っています。ちょうどこの1ボックスが買えるぐらいのポイントがあったんで、ここぞとばかりに解放しましたね。
もちろんコズミックのエクストラを狙ってるんだけど、レアのケミーに関してもね、4、5体ぐらいゲットできてないやつがいるんで、そこら辺も狙っていますね。1。見ていきましょう。4枚目がマッハウィール。からのドッド、おーっと、これなんだ、いきなりパラレル。第4位のパラレルが入ってきたんだけど、これ、パラレルが入ってるってことは、エクストラ1枚パターンなんじゃないっすか。第4位のパラレル、すごいなんか日本画的な感じでかっこいいんだけど、雲行き怪しいぜ。ど真ん中に筆文字でデカデカと大王に。喜びたいんだけど、エクストラ狙いってなるとちょっと微妙な気分だな。2パック目。頼む4ユニコン。ユニコンで、おわーまあ、うわ、3枚目だ。再びジーニアス。レジェンドもまあ、それダブってくる方が多くなってくるよね。3、4で、ホイット、クロスホッパーからの、よいしょっと、スーパーネミネム。4パック。よいしょっと、普通の大王にからの、よいしょっと、ゾンビ、セイゾンビね。これもね、なかなか出てこないやつだとは思うんだけど、持ってるからな。ゴー！レア枠、お、黒穴。黒穴で5枚目が、ウルトラレアか。これ初めて出たね。ウルトラレアのザッサン。エフェクトの細かい線の箱欲しいな。6パック。4枚目、レアザッサン。ゴー。ここもダブったか。アルティメットリヴァイ。77。レアの4頭マッハビール。マッハー。おわ、ここもダブってきた。これも3枚目だね。ブレイドのキングフォーム。8パック。新しいの濃いユニコーン。コズミック来てください。オジーラカンス。これも出てなかったけど、ウェハースで持ってるからな。キュズキュン4枚目。クロスホッパー。頼む、ゼッこれ、出てなんか、スーパーレアなんだ。初めて出てきたね。ゴリラ先生のレプリケミー。レプリゴリラはシンプルに色違いかな。体の色が変わってもバナナはバナナ。こっちの島ではラストです。頼むから望むものが来てほしいです。4枚目で、大王にからの、ほい。仮面ライダーエグゼイド無敵ゲーマーのパラレル。前回の通常フォームの方がゲームボーイで。今回これ真ん中のところに折りたたみのヒンジがついてるから、多分まあゲームボーイアドバンス SP。僕 SP 持ってなかったんだよな。画面の中には無敵ゲーマーケミー。ゲージがついていたり残機が無限。ライダーズクレストうまいところで使ってるね。ちょっと可愛い感じのフォントで名前が書いてあって。下のところ十字キーとキラキラのボタン。で、白押し無敵ゲーマー。元々が金ピカだからすごい合ってるね。いいパラレルが来てくれましたね。普通のパラレルが入っていたからまあエクストラ1枚ボックス確定だろうね。1枚だとなんかもう出ない気がするんだよな。残りも見ていきましょう。11パック目。新規カード来い、来ない、テンライナー。5枚目と、おお、よかった、持ってないやつだ。ファンタスティック属性のレベル9。ドン・ポセイドン。ドンブラザーズのメンバーではないね。ポセイドン型のケミーなんだけど、すごいなんだろう、豪華客船のなんか船長みたいな。結構きっちりした服を着てますね。周りになんか魚の霊みたいなのがいる。これがマーキュリンとガッチャンコ。両方とも水属性っぽいからすごい納得感がある。よく見たらマーキュリンのここんところも魚いるじゃん。エフェクト繋がってないけど、まあ多分こっちに向かっていくんだろうなっていう感じ。裏面から見ると、確かにポセイドンね。言われてみればポセイドン要素が強いわ。王冠だったり立派なヒゲもある。よかった。新しいの来てくれた。この調子でお願いします。12。まだ来てないレアがあるんですけど、マッハウィール。新しいエクストラおいでなすって、インフェニックスのスーパーレア。13パック目。4枚目と、トライケラ。トライで、ホイット、ユニコンの、ウルトラレア？ちょっと待ってよ。これさっきザ・サンの方でもウルトラレアが来たんですけど、まあガッチャンコウルトラ同士で繋がるね、なんだけど、これちょっと、やばいんじゃないか、もしかして。ウルトラ2枚でエクストラが入っていない可能性。うわ、ありそう。なんか、そういうのありそう。新しいウルトラなんだけど、嬉しさがあんまりないぞ。大丈夫かな、ジューシー。レア確定でユニコン。5枚目。エボル。これももうすでに持ってますね。レジェンドライダー来てあと1枚ぐらいかな。15。レア確定で、クロスホッパーで5枚目がほい。おお、持ってないやつよかった。コズミック属性のレベル8、ジュピター。ジュピター木星だね。ちょっとなんかふくよかな感じ。木星って結構サイズがでっかいっていうからね。だいぶぷっくりしている木星ケミー。で、相性いいのがファンタスティックのレベル2持ってない。相性いいやつを持ち合わせていません。裏面の方は、なんか人じゃないこれ。めっちゃなんか人の形してるよ。弓矢を持った人間やケンタウロスっぽいな。ケンタウロスがそのままいる。これ相性いいの当てたいな。
16。木星とガッチャンコ来てください。フェンリル、バンフェンリル。フェンリルからのホイットユニコーンのスーパーレア。17。てかマジでエクストラ来ない可能性あります。4枚目。大王にデイビーショット。02。持ってる。やばい、終わるぞ。18。4枚目とザッサン。なんか新しいの来てくださいと、エンジェリードのスーパーレア。うわ、もうちょっとこれ本当にそういうことかもね。19。嫌な予感がプンプンするぜ、4枚目。テンライナーでホイット。おわ、持ってないやつは、これあれだ。ガッチャンコだ。ファンタスティック属性のレベル2。マケンタウロス。やっぱりケンタウロスでしたね。上半身が人間で下半身が馬。金色の髪をなびかせてカッチを着ている。弓を構えていて、エフェクトの方がなんか少女みたい。これがジュピッタとガッチャンコします。照準のエフェクトが綺麗に繋がってるね。で裏面見てみるとすごいなんかシュールだな。木星要素がまあおでこのところがそうかなっていうぐらい。これファイルの方で設定が見たいな。さあそんなわけでラストの20パック目です。もう割と覚悟はできていますよ。予想が外れてほしいけどもうなんか分かっちゃったかも。4枚目がマーキュリンで、最後の1枚がホイッ大王にのスーパーレア。エクストラがないってのがあんだね。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回はライドケミトレカフェーズ3を新たに3ボックス開けてきました。はっきり言ってすごい心残りのある結果になりましたね。一番の目標だったエクストラのカードがあと1枚ゲットできなかった。これだいぶ困っちゃうよ。ただそんな中でウルトラレアのカードに関しては4種類コンプリート。あんまり嬉しくねえな。箱によってはエクストラが1枚も入っていないっていうパターンもあるから、これなかなか厳しいよ。ちなみに通常ケミーに関してはファンタスティック属性レベル9までコンプリート。コズミックの方もなんとか1から9まで揃って、エンシェントもレベル9までコンプリートいきましたね。でオカルト属性に関してはあと1枚ゲットできてない。唯一レベル7がいないんで、ここも結構モヤっとするよねっていう感じで、正直ね、揺らいでいます。5箱目買う理由がありすぎる。ただ4箱目みたいなパターンがあるっていうのも怖いからな。まあ、まだもしかしたら今後の段でゲットできる可能性っていうのもあると思うんで、とりあえず一旦ブンブンジャーのおもちゃで遊んで心落ち着かせようかなと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。